今回問題になっているのは、買取パートナーというサービスが大問題になっているようです。で、なんでこれ問題になっているかというと、不特定多数の方から、まずお金を集めました。で、お金を集めた内容は、ブランド品だったりとか、そういったね、貴重品を買い取るお金を貸してください。その借りたお金でブランド品とかを買い取ります。そして、買取屋さんなんで、転売をします。で、買取資金を出してくれた人には、どういうメリットがあるかというと、数ヶ月後に、十数パーセントの利益を乗せて、お金を戻しますという契約をしていました。仮にあなたが、買取パートナーに100万円を出します。そうすると、その100万円は、その事業の買取資金に使われて、数ヶ月後に、110万円、もしくは110数万円になって、戻ってくるよっていう歌い文句だったんですよね。僕ははっきり言ってちょっと理解できないんですけど、たくさんのお金を集めました。で、実際にいくら集めたかは、全容が今、分かってません。はい。だからもう何億の可能性もあるし、何十億の可能性もあるんですよ。まあ何百億ってことはさすがにないのかもしれないけど、かなりの、いわゆる被害者ですよね。被害者の方が生まれてます。で、これなんで被害者かっていうと、十何パーセントの利益を乗せて、お金が返ってきたら、別にいいじゃないですか。お金出してよかったってなると思います。はい、今もうみんな問題になってるか分かるように、そのお金が返ってこないんですよね。返ってこない。それで困ってる人が世の中にたくさんいます。だからこれは、詐欺だったりとか、騙してるんじゃないかっていう声が今、たくさん湧いてるような状況です。で、それを、じゃあ誰がやってたかというと、エンリケさんの、旦那さんがやっていて、その旦那さんがたくさんの会社をやってたらしいんですよ。で、じゃあ実際にどこの会社でやってたかっていうのは今調査中のようです。しかし、実は、このエンリケさんは、たくさんある会社のうちの一社であるエンリケ空間っていう会社の代表取締役でした。要は社長だったんです。なんで、これ多分かなり複雑な話なんで、理解するにはなかなか大変かもしれないんですけど、エンリケさんの旦那さん、そしてエンリケさんが代表取締役だった会社でやってたかもしれないんですけど、とにかくたくさんの会社があったと。その会社の中の、で、どこかでそういった詐欺的な行為が行われていて、今どこで行われてたか調査中。で、本当にこれが肝心なのは、本当に自分は知らなかった。これもみんなわかってるから、あえて、言わなかったけど、どうやってお金を集めたかっていうと、やっぱりエンリケさんの名前使われてたんですよ。だってエンリケが広告塔なしたわけだから。ただエンリケを信じてお金出した人めちゃくちゃいると思うよ、マジで。そういう状況の中で知らなかったは社会一般的には通用しないのよ。だって自分は社長って歌ってブランディングしてたわけだから。だから世間の人はおかしいよねってなってるんだと思うんだけど、まず認識はどうなのかっていうのはやっぱはっきりさせた方がいいかなと思ってて、そういった詐欺なのかどうか今のところ調査中なんでわかりませんように愛してて言及しないんですけど、僕は限りなく黒に近いと正直思ってます。そういったことがあったのを知ってたんですか？全然本当になんか何をやってていくらそういうふうに何人の人がいて何いくらぐらいを集めてるかっていうのも本当に何も分かんない状況で、今もう分かってない。でも会社にだって資料とかあるでしょ？そう、資料がないんで、まずないことなくない？そもそもこのスキームが違法なのか適法なのかってことを聞いたんですけど、まずちょっと事態が今あんまりそこまで分かってないらしいんですけど、今ある情報の中で言うと、そもそもそうやって顧客から集めたお金、そのお金できちんと約束通りブランド品を買い取って事業をしているんであれば、まだセーフな可能性はあるそうです。だけど本当はブランド品なんて買ってなかった。全部金猫ばしててなんか違うことに使ってた。自分の私利私欲に使ってた。要は顧客から集めたその買い取りっていうことが嘘だった場合、これは詐欺になる可能性が高いって言ってました。で、僕もそう思います。だからもしかしたらこれは本当に酷な話かもしれないけど、詐欺の片棒を担いでる可能性があるんだよ。今毎日こう一つ一つクリアにしていかなきゃってところで動いてる。まだそれ大丈夫なの本当に。いや、でも普通に考えてさ、これお前かばってあげたいけどかばえないのがさ、だって普通にだってそうやって旦那さんとかがさ、周りの人たちがこうやってもうお金集めてるわけじゃん。おかしいなって思わんの？気づかなかったのにもそこまで。別にちょっとないんだな、大変なんだなぐらいで。本当に？いや本当に結構バカなの。いや、もう私がバカだと思うんだよ。いや、そうだよ。
だから旦那がいくら持っててとかいくら負債があるとかも把握しないし、よくわかんない、うん、でもそういうちゃんと自分の会社で、うん、自分の会社で自分が関係する会社で起きてることをちゃんと、うん、でこれは本当に思うんだけど、うん、理解しないとそれ経営者じゃないですよ、うん、でもさ、うん、まあそのもうまあその男女のことは正直わからない、わからんし多分まあちょっと冷たい言い方かもしれないけど視聴者も別に男女が勝手にやるって話だと思うんだよ、うん、それよりもやっぱ迷惑かけた人がいるわけじゃん、それに対してなんか誠意を持って行動しないといけないと思う。で例えば、まあ、どんくらい被害額があるか分からんけど少なくとも困ってる人が DM 来たりしてるんだから、うん、その人たちに本当に誠意があるんだったら自分個人でお金返したりすればいいじゃん、まあ、そういうことも選択肢としてあると思う、うん、それはなんでじゃないの、自分で持ってた預金が旦那さんに貸しちゃってた、貸しちゃった、貸したの、全額の、全額、うん、お金ちょっと貸してほしいって言われたから、絶対嘘でしょ本当に、うん、7億貸してるんだけど、うん、でも7億貸したって思ってたけど、うん、7億貸してるじゃんって旦那さんに言ったら、うん、いや7億も借りてないしって言って、うん、そこで4億、4億と7億かなり違うよ、うん、え、借用書見れば分かるじゃん、借用書はそこは4億って書いてある、じゃあ4億なんだよね、で4億貸したの本当に、うん、4億ってさ、うん、結構大きいじゃん、うん、え、まあ、でもそもそも全部自分の貯金4億だったの、あなたはいくら持ってて、今いくら持ってんの、もうここまで来たら言った方がいいよ、正直に、マジで。だから全部いくら持ってたっていうよりもちょこちょこずっと貸し続けてたから、え、じゃあトータルでいくら貸したの、4億5億ぐらい、現金で4億5億、うん、なんで貸したの、事業に使いたいからって言われて、え、じゃあ全部自分が持ってた4億5億全部貸しちゃった、うん、帰ってきた、帰ってきた、え、でもこんなとこに住んでる場合じゃなくない、お金あんじゃん、えっと解約をして、うん、2ヶ月前だったから解約して、うん、でもその2ヶ月分ですら払える状況じゃないから今、うん、すごい困ってる、とりあえずどうしようどうしようみたいな、家賃じゃこれ払い、いくら買うと、めちゃくちゃ高かったじゃん、そう、それじゃ払えないの、うん、払えない、お金がないから払えない、本当にお金がないの、ない、全部貸しちゃってるからキャッシュでそんなことあるかね、いや、そんなことさ、あるのかなと思ったらそんなことあった、死ぬ気で働くしかない、何で働くの、てかマジこれ話して分かった、これ本当にはっきり言っていいですか、傷つかない、うん、経営者向いてないと思うよ、だってこんな分かってないし、わけわかんない金そんなパンパン貸すってやつって結構頭悪すぎ、うん、マジでこれで会社とか社員抱えるの失礼だと思う、うん、だからもう今回で本当に一から自分で次やるんだったら 100% の壁で一から全部自分でやろうと思ってる、うん、いやまあそうだけどそれは遅いんだよ、うん、でもいい、もうじゃあいいっていうか、すごい本当に学んだというか、心が、あ、会社って任せちゃいけないなっていうか、いやでも多分任せるっていうか会社できないと思うよそれじゃ、うん、いや本当に、え、そっから勉強してダメ、うん、絶対やめた方がいい、社員がかわいそうだと思うんですよこれだったら本当に、うん、でもまず一番やんないといけないのは、そんな自分がもう一回勉強して経営者やるとか、そんな夢とかも語ってる立場じゃないから、やっぱ困ってる人がいる以上はそれにちゃんと向き合わないといけないと思う、うん、さっきもそうだけど、まあ、パニックってんのも分かるし、うん、初めての経験でどうしていいか分かんないのもよく分かるけど、その男女の問題とかは絶対、要はお金を出した人は関係ないことだから、そこを理由にしちゃできないし、理由にならないんだよ。まず一番やらないといけないのは向き合うことだと思う。だから辛いかもしれないけど、でもやっぱ少なくとも自分の名前でお金を出した人がいっぱいいるわけなんだから、まずはやることは事態を解明することだと思う。一体何が起きているのかっていうのをちゃんと知ること。まあ、じゃあ、ちょっと、なんだろうな、逃げ切れない部分はすごくあるんだけど、うん、まあ、でもなんとなく事情は分かったんで、うん、とにかく言えることは、ファンもいるわけだから、そういう人たちを裏切ることになるのは、まあ結果的にもうなってるかもしれないけど、でもやっぱりまだ、リカバリできるかもしれないから、まずできることやろう。うん、やっていこう。うん、大丈夫かな？頑張ります。